バーチャル大霊界のバズ筆頭、バーチャルeゲーマーです。今日も、皆さんにドキドキワクワクを、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、DJから見始めた新ジャンです。動画やイラスト楽しく見ております。特にイラストの色付けや構図がとても素敵ですね。今回は Twitter のヘッダー愛用画像を描いていただきたく思い依頼いたしました。生ハムの原木からスライスを切り出しているバーチャルeゲーマーが難しいようであれば生ハムのスライスの画像、サイゼリアのプロシュートをお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そういったリクエストでですね。まあ、やりましょうか。とりあえず、ちょうど向こう縁を43巻まで読んだところだったので、そのように書いていきます。石川さんに、んってした時の、貝の表情に、ドキッとしちゃったんだよな。でもその胸の高鳴りっていうのは、やっぱり普段の考えの読めない表情、あってのもので。貝の魅力ってのは、表情がやはり一つの、ベースなんだなって、思うわけ。できました。線を入れていきましょう。まずは、バーチャルeゲーマーから。なかなかいい顔になった。あとは、下書きを活かして、お手手を書き入れ。生ハム原木は、調べたところ、どうやら足一本の燻製的な、ビジュアルのようです。それをナイフでこそいで、パクパク食べると、そういった物質なんですね。でもって、その原木を固定するための、木製の台というアイテムが、存在します。このスケベースみたいな部分に先端を通し、側面にピンを刺して、原木を固定するわけですね。大体のフォルムができました。ちょっと、ナイフを持つ手のところが、違ってるかな。難しい。ちょっと右手より小さくなっちゃったけど、まあ、色を塗っていきます。今回は、下から光が当たっている雰囲気にして、主役である、生ハムを中心とした世界観を、展開していきましょう。続いて、原木部分を塗っていきます。断面は、外周に厚い脂身の層があるようなので、それを意識。あとは、薄くスライスしてる感じを、ナイフを透けさせる雰囲気で、こう。原木のディテールも、光源を意識しつつ、なんとなく向上させていきます。やや思い切って、白を差し込んでみまして。台座。バーチャルeゲーマー。全体を調整して。ヘッダなので、ややカンバスをでかくして、空間を生んでいきましょう。背景は黒の方が、ゴブレイ感が出るかな。できました。よし。生ハムの原木、実物を見たことすらありませんが、なかなか綺麗にできました。バチャイゲの表情が良いね。ということで、結構気に入ったので、公式ショップのヘッダに採用しました。いい。ということで、バーチャルeゲーマー、全面稼働中です。職場で見れないような内容は NG にしていますが、まあ、タバリホ19歳、冬くらいまでの感じなら、OK ですので。人類の皆さんからのお便り、お待ちしています。よろしくね。バーチャル大霊界からやってきた、ゲーム体験追求系 VTuber。バーチャルeゲーマーの薄いが、お届けしました。バイバイ薄ー。